はい、FM リュウシンド DJ のリュウシンです。ね、あの僕コーヒーが好きなんですよ。でね、僕すっごい自分のことを日本人、超日本人だと思ってるんですよ。もう純国産日本人だと思ってるんですよ。まあだからね、和食が好きだし、もうお米大好きだし、もう髪はね絶対染めないしね、黒い髪最高って思ってるんですね。なのにこう横文字のコーヒー好きなんだよね。もうこれしょうがない、コーヒー美味しいからね、これしょうがないね。まあ無理やりね漢字でコーヒーって書けばいいんですよ、そんなのは。で、まあ僕ね日本人好きなんですよね。まあ自分日本だし、やっぱ自分がね生まれた国だったりね、地域もしくはその故郷っていうものをね愛している、まあ日本人のうちの一人なわけですよね。でさっきも言ったけど、日本人として生まれて髪が黒いって僕すっごい最高だと思うんですよね。黒っていうのは何にも染まらない色ですから、もう純粋な色なんですよね、黒っていうのは。でもちろん白っていうのも同じ理由でね純粋な色だと思うんですけれども、僕のね目は茶色いんですよ。なんで茶色いんだよこら。ね、僕ね生まれてこの方自分の目が黒いと思い込んでたんですね。で20歳になるくらいまで本当に気がつかなかったんですよ、リアルに。で人間ってねすごく面白い生き物で、思い込むとそういう風に見えてくるんですよね。だからねずっと長い間僕自分の目がね黒いと思ってたんですよ。でよくよく見たら茶色いじゃんか。なんで俺日本好きなのに黒好きなのに目が茶色いんだよってね。もう自分のね瞳が茶色いっていうのを知った瞬間ね結構へこみましたね。結構へこみましたよ。もうね黒くないやんってね。多分ね瞳の色ってすごく重要で、多分ね目、瞳の色が黒い人と瞳の色が茶色い人とそして青い人ではね見えている色が違うと思うんですよね、きっとね。で、まあよくねこれ言われる話なんですけど、まあ、実際違うらしいんですよ、見えている色っていうのは人ごとにね。で、そういう色の検査とかねすると分かるらしいんですけど、まあまあ黒く生まれたかったよ本当にね。でもう全然ね今回美術の話してないじゃんって感じなんですけど、まあこういうね話もいいかなと思うわけです。でまあね自分日本に生まれてまあ、ルーツ的なね話をすると、日本人って一言で言ってもまあ大きく分けるとね、北海道、今の北海道のまあ祖先となった、祖先というかまあアイヌ人ですね、北海道に住んでたアイヌ人、そして、沖縄に住んでいる、シナ人、あシナ、これ差別用語だったかな、ちょっと忘れちゃった、沖縄の人ですね。であともともと住んでいた縄文人、そして、今でいうとこの韓国ですね、韓国から渡ってきた朝鮮人で、まあ、大体ね日本人を構成するルーツっていうのはこの4つぐらいあるらしいんですけれどもね。
DNA 的にはまあこの4つだろうと。であと面白い説があってね、言葉の研究してる人に言わせると、日本語っていうのがすごくポリネシア語と似てるらしいんですね。今で言う今のハワイですね。今のハワイだとか、太平洋の、まあ、島々 で使われている言葉と日本語っていうのが非常に似ているらしいんですよ。で言葉の文化っていうのを調べていくと、大体その人類がねどういうふうにこう移動していったかとか、こう移り住んでいったかっていうのが分かるらしいんですけれども、まあそういうのを考えるとね、日本人がまあこう広がってってね、まあ、ハワイとかまでね渡ってったんじゃないかとか、そういう説もあるんですけれども、まあ実際のところはねどうかなっていうのはね分かんないんですけれどもね、まあ、ただ実験してみるとね、割と大型のね超大型の船じゃなくても太平洋っていうのは意外にこう渡れるらしくてね、冒険家の方がね名前忘れちゃったんですけど、まあイカダでね、海を渡るみたいなねこととかやってましたけどもね、実際こうそれで渡っていけるんだっていうのを証明しましたけれどもね、まあとにかくね海を渡るっていう感覚ってものすごいなと思うんですよね。僕自身はそういう海で暮らすとか海の文化っていうものにほとんど触れてこなかったので、僕からすると海を渡るっていう感覚っていうのはもうイコール死の世界なんですよね。もう自殺行為やとね、そんな海を渡るなんて自殺に等しいと思うわけですよ。だからねすげえな、海を渡る文化とかね、海を渡るっていう言葉がすごいなと思うんですよね。非常にもう電車かねバスに乗るようなねそんな感覚じゃないですか。ただ僕昔ねそういう海文化のについての展示を見に行った時に、まあ意外にその海で暮らしている人にとってはやっぱり海を渡る感覚っていうのはね非常にあるらしくて、例えば海の地図とかがねあってね、もうだいたいこの潮の流れに乗っていけばあそこの島に着くっていうこととかわかるらしいんですよ。でそれは多分ね砂漠に住んでる民が、砂漠の民がですね砂漠を渡る術をね兼ね備えてるのと全く同じ 理屈だと思うんですけれども、やっぱりその場所に住んでるとどういう風に行けばどこに行けるっていうこととか、まあ、割と当たり前にできるようになるらしいんですね。で例えば素人考えだと、まあ、海に行ってる間に嵐に巻き込まれて死んじゃうんでしょうとかね思うかもしれないんですけど、まあそれはねやっぱ年間を通じて、海に暮らしてる人にとってはもうこの時期はね嵐が来るとかね、まあ、この時期は、天候が変わりやすいとか、もしくはその空気の湿り具合や、まあ、風の流れや、まあ、そういうね微妙な変化で次どういう天候になるかっていうのもね大体わかるんだと思うんですよね。大体でそういうのを、まあ、肌で感じて学んで、まあもう海だろうと砂漠だろうと、もしくはね氷の世界に住んでる人もいるわけですよ。まあアイスランドっていうんですかね、まあそういう氷の世界に住んでる人もいるわけです。もしくは森の中で住んでる人もいるわけですよ。まあだからね人間っていうのは
その非常に適応する生き物であると思うわけですよ。まあそれでね、僕自身はまあそういう日本人が好きで、日本文化が好きで、でただいろいろねこれからあの習いたい日本文化っていうのもいろいろあるんですよ。まあお茶の文化だったり、まあ書の文化だったり、あとはその神社仏閣の建築的なねことだったり、もしくはその日本の遺産的なねものあるじゃないですか。文化遺産みたいなねものとか、まあそういうものを一個一個見て回りたいなっていう思いとかあるんですよね。まあそんな感じです。日本、まあ要点を言うと、日本で生まれたんだから、まあ生まれた国を愛せと。そして僕自身はそういうあの文化的なものにね興味が湧いてきて、やっぱね人間年取るとねやっぱそういう風になるんだね。若い時水戸黄門、若い時って言っても9歳とか8歳とか9歳の話ですけど、水戸黄門大嫌いだったもん、何あれと思って、時代劇って意味わかんないと思ってね持ってたけど、やっぱ年取るとねそういう文化的なものに興味が湧いてくるんだなっていう話でした。はい、では失礼いたします。